いな。敵もめちゃくちゃうまい。いやーすごい。頑張れ頑張れ。うわサビチのエース。いやーすごい、うん、まい。すげえな、それも。いや、うめーくねー、すごくないショコめっちゃうまくない、めっちゃこの板大事に使ってる。こんなのできるか。で、誰、ナイス。あー、惜しい、惜しい、あと1ミリ。いやー、惜しい。いやー、すまねえショコ。いやでもあと1個、あと1個。福田さんは一方その子で反対側。福田さんつけないと。さんがチェイスをして間に破線機を直そうという判断ですね。この一台試合の分かれ目ですからね。そうですね。直せないと。あーおー。うまい。さすがチク。うまいこれは。今の飛ぶフェイントうま。チェイスずっと続けてるわけにはいかない。いやうまいわこいつ。うま。飛んじゃいそう。あーもう諦めましたもんね。うん。やべえ。さあ、ちくのぼさんの手にはライトがある。使うのかどうかはさておくとして、板を倒していきます。あ、ちくくん。うまいね、ちく。ここは3段。で、起こしに行けるんでしょうか。これはきつい。さあ、もらってしまいそうですが、まだワンチャンありますよ。おわーわーわー。あー。いや、これは起こせないという判断ですね。うわー。しっかりと見ている。いや起こさない。ただここに窓が3つ、すごい。結構オブジェクトの配置は強いですよね。うまく使えれば相当稼げると思いますけど。まあそうですね、これ鬼が能力発動してる間の弱点を持ってるので、この地形強いね。これ能力発動したことによって血の玉が見えなくなって、しかも自分の声がうるさいね。いった、すげえ、いったぞ。あーきついね。メルクラさんこれはきつい。冷静。いやーうまい、めちゃくちゃうまい。これも角で減速してわざと戻ったと。やばー、これはちょっとすごいな。いや、ちくのぼさんが怪我をした状態、とわこさんのみが今現状怪我をしていないので、まあ、救助に向かうとしたとわこさんかなというところですかね。足跡発見して能力発動。さあ見つかったのはこれ内側。え、何が見えてんの、何が見えてんのこれ。これ何が見えてんのマジで。なんか声と、うん、やっぱり見えないところの生存者は予測ですよね。なもう経験則、あ、長いこと嫌いやってると。ここで救助はしたが、とわこさんがダウンです。もう一人見つかってますね。これ白さん、やばい、ガチだ。もう誰来るの。とまずで釣り交換ですね。まあ、全員負傷してるので、もう能力切っちゃって、血を生成した方がまあいいですね。はあ、効率的だと。はい、強い。うわぁ、もう。そうですね、フェンミーのチクノボさんだけですね。いやぁ、これはきつい。うわぁ。救助しましたが、シドさんが代わりに負傷でのチェイス。先ほどと同じ。まだ発電機1台しかついてないよ。これやばい。何その動き。今の1回目までフェイントするんですか。さあ、残り3台。さあ、現在チェイスをしているのは。なるほど。近いと、方向転換が難しいから、後ろに下がって、助走をつけてってことなんですね。圧力。いや、うまっ。マジでうまい。それ回れんのか。これ回れんのか。
お光を発動です。これはもう早く、ここで負傷してはいるんですけども、発動切りましたね。ね、なんでこの下見てんの。そうですね。ね、なんでこれ視点が低め。ここどういう挙動を見てる。ここどこ見てんのこれ。分かんない、みんな分かってない。いやー、うまー。どこ見てるんですかね。ちょっとうますぎだって。ギリギリこの画面で見えていたんですけども、はい、そこの、右側の木で一瞬減速したんですよ。で、減速するうますぎによって、うん、さっきの、まあ、曲がり角を曲がり切れて、どこ見て走ってんだろう。ね、そういうことなんですか。僕自身とうまく使ったんですね。突っ込むと多分ちょっと武器振る角度が高いんで、よく見てるね。イタチを冷静、まずこっちに入れて、一人用のとこに、うん、熱い、うまい。おお、それ当てる、すげえ。さあ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 、うまい、いいね。超冷静。うん、ここのこういう建築も強い。うまっ。あ、うまい。うまっ。すげえ。これはすごい。すげえな、今の。ねえ。マジで強い。すげえわ。怖え。あと2台が、なかなか。まあ、やはりその最初にいただく石それ意味あんのか、それ。イタチ、イタチの最後っぺ感がすごい。いや、石投げてるけど。みんな投げてるな。投げたとしても、もう離れる理由はないです。みんな投げてるな。心象いいです。